皆さんこんにちは、スーパーシュータンことしおりです。皆様お久しぶりでございます。もうね、何回お久しぶり言うねんって感じだと思うんですけども、また2、3ヶ月空いてしまいました。今日はね、その理由について、タイトルにも出てるんですけど、お話ししていきたいと思います。はい、というわけでですね、早速ですが、私事になりますけども、お腹に新しい命を授かることができました。はい、実はですね、もう現在妊娠7ヶ月目に入ります。このね、一つ前の動画に決起会っていう動画を上げてるんですね。 YouTube 頑張るぞっていう動画を上げてるんですけども、その直後に妊娠が発覚しまして、そう、つわりっていうものがね始まって、約2ヶ月間家から出れなくて、もうね、お酒飲む方すごく多いと思うんですけど、本当に毎日二日酔いみたいな気分なんですよ。気持ち悪いし、だるいし、眠いし、食べ物もなんかさっぱりしたものとか酸っぱいものとか、そういうな限られたものしか食べれないし、でしかも携帯とかパソコンを見るのもちょっと苦痛みたいな感じで、もうそっから本当にもう一気に何もできなくなっちゃったんですね。なので、あれ、しおたんまた動画上がらないけどどうしたのって心配してくださった方もたくさんいらっしゃったんですが、こういうことでございました。ご心配をおかけいたしました。申し訳ありません。で、今はですね、もうつわりも明けて妊娠中期になるんですが、もう一番今多分、妊婦の中でも元気なんだろうなって、すごい調子いいんだろうなっていうのが自分でも分かるぐらい毎日調子いい日を過ごさせていただいてて、旦那さんのお仕事のこととかもあってなかなか報告ができなかったんですけど、報告するなら、こう安定期に入って私が妊婦生活を楽しめるようになってからなのかなと思って、このタイミングで報告させていただきました。すいません、ちょっとおやつ食べますね。でね、年齢を公開させていただいたんですけども、今まで多分動画でちゃんとした年齢言ったことなかったんじゃないかなって思うんですが、私36歳でございます。多分もっと若く見てくれてた方が多かったみたいで、ありがとうございますって感じなんですけど、36歳なんですよ。なので一応35歳以上からは高齢出産になるということで、最初の、ね、初期の方は本当にすごいハラハラドキドキ、妊娠した時も思ってたんですけど、いろんな感情や体調を乗り越えて今やっとこう安定してきて、私と同じような方が聞いて、なんか気づきだったりとか助けになれたらなと思って、年齢とともに妊娠の報告をすることにしました。7ヶ月になる前までに撮ってた妊娠の動画が何本かあるんですけど、それはまた後日出したいと思います。でね、どうやって妊娠したかっていうお話をさせていただくと、病院に通っておりました。この、ね、年齢なので、ずっと結婚してから不妊治療してたのに妊娠できなかったんですかって思われるかもしれないんですが、そういうわけではなくて、去年から妊活っていうものを始めて、今年授かることができたという感じです。人工授精と体外受精ってやり方があるんですけど、体外受精っていう結構確率が高いと言われてる方のやり方をしたところ、1回で妊娠することができて今に至ります。35歳になったのをきっかけに子供のことを真剣に考え始めたわけなんですけども、それまではね、なんか、自然にできるでしょって当たり前に思ってたし、ちょっとダニーさんやめてくれる？最悪2人でもいいよねみたいな話も出てて、のんきに過ごしてたんだよね。今すごいお互い、私も旦那さんも今すごい楽しいし充実してるから、このままでもいいかもねみたいな、なんかそんな話もしたりしたんだけど、でもやっぱり高齢出産になりますってなった時に、私がちょっと焦り出して、もう一回真剣に旦那さんとお話をした時に、旦那さんもそしたらやっぱり将来子供はできれば欲しいと思ってるみたいな話になって、そうだったのみたいな。そうで、そこからいろんな方法、タイミング法とか人工授精もやってみたんだけど、もう体外受精が手っ取り早そうだねっていうことで、体外受精に去年の年末に切り替えて、
授かれたっていう感じです。あとね、私が行ってた病院が多分ね、私が思うになんだけどね、そこしか行ったことないんだけど、めちゃめちゃ良かったんだと思うんだよね。あのその病院なのかその先生なのか分かんないけど、すごい私との相性が良くて、本当にその病院に感謝してる。みんなに勧めたいぐらい本当に良かったです。はい、というわけでね、今日はちょっと簡単な動画になるんですけれども、ご報告の動画となりました。またもし妊活についてだとか、この妊婦生活についてとか何か質問があれば、コメント欄とか、インスタグラムの DM にメッセージをいただければ、それにお答えしていこうと思いますので、よかったらコメントしてください。引き続きお店周りはしていきたいなっていうふうに思ってますので、まあ、ちょっとこのライフスタイルメインになっちゃいますけども、まあ、今後の動画を楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Bye.